8フィートで M クラスなんですね。はい、5キロかけて平気です。すごい。じゃあボーン。実はあ、でも実はとっても見た時に衝撃を覚えた。まあ大きく分けて3つですね。早く例えばそうですね、パルサーになってまして、うん、その上に、はい、はい、衝撃的なこといきます。こうフラッシングの面がこう、うん、より操作することもできるので、よりでかいヒラマサオに焦点を絞って、うん、MC ワークスが今開発中のヒラマサ専用のキャスティングロードですね。特にこれ。よっしゃー！よっしゃー！よっしゃー！すげー！2月頃から、はい、おそらく2月頃までは何とか、うん、無理だ！これは無理だ！まあ、特に表層の活性がいい時なんかは